ございます。おはようございます。今日は佐賀県です。佐賀です。九州の何県目だ、はい、5県目です、ね、5県目か、もう5県目か5県目です、ね、佐賀県の唐津市。いやー、ここもね、楽しみにしておりました。そう、唐津市の呼子町あたりをメインに観光しようと思います。で、呼子といえばね、もうイカらしいので、イカ、呼子のイカって言うらしいので、うん、イカが楽しみなんだよね。イカ楽しみだね、うん、今日のメインはイカだね。イカはね、今までこういろんなとこ行ってきて食べたことないから、ね、うん、あ、食べてないかも。イカがメインみたいなの、イカ食べに行くっていうのは初めてかもね。ないからね。うん、楽しみ。ひとまずイカはお昼ご飯に食べるので、うん、まずは景色かな、うん、景色かな、景色をちょっと見に行って、うん、そうだね、景色見て。唐津市が結構広いんだよね。結構ね、広かった、うん、よし、行きましょう。行きましょう。気持ちいい、風が涼しいね。まずは虹の松原っていう、松林、ね、うん、まあ、景勝地みたいなとこかな、うん、そこをまずは上から、うん、展望台から見ようと思います。こっち、ちょっと歩くのか、うん、じゃあ行きましょう。虫置きいらないかな。大丈夫だね。大丈夫か。着いた。結構歩いたね。ここは鏡山展望台。おお、こっち行こっか。こっちデッキ、うん、すんごい蜂多いけど。蜂多いな。ちょっとデッキは虫が、蜂が多すぎたので、うん、上だね。あ、すごい、すごいな。あ、すごい。おお、目の前松原だ、虹の松原。ほんと虹みたいにこうつながってんだね。あれ全部松ってことでしょ。松ってことなんでしょうね。すごい綺麗だね。お昼です。ちょっと早めかな。11時10分。もう11時からお店が開いてて、そこはね、海中レストランみたいな。なんかめちゃめちゃ混んでるんだよね。人気なんだね。やっぱね、日本初だからね。日本初って書いてたね。海の中を見ながら食べれるっぽい。まあ、これで。まずは受付かな。番号札をもらうのか。すごいね。お
なんかフェリー乗るときみたいな。すごいね。受付をしてきまして、まだね、オープンしてすぐなのに、ちょうど私たちから満席だったね。30分ぐらい待たなきゃいけないみたいなので、ちょっとこの合間にすぐ近くの呼子朝市の方へ行ってみようと思います。まだやってるかな、朝市。昼前だからね。そうそう、もうやってないかもしれない。まあ、雰囲気をね、見れたら。一応朝市の方にも無料の駐車場あるんだね。少ないけどね。うん、すごい。狭いけどね。ありがたいね。おお。ここからもう朝市だよね。朝市だ。朝市。もう昼前だけどね。昼行け。昼市だな。あ、でもちらほらあるね。あるね。そんなに時間ないから本当散歩みたいな。そうだね。おー、イカ焼きだ。すごいね。すごいイカだね。イカいっぱいだね。イカの朝市って感じ。すごいね、海中席。今日は海中席のみって言ってたね。もうここが海の中なんですよ、これ。いるいるいる、すごい。おぉ、撮ってた。すげえ。こっちの方にもね、あれ、イケスかな、いっぱいいる。不思議だね。すごい。メニューがコースと単品もあるのか。やっぱこれにする。そうだね、イカコース。ちょっとお高いけど、せっかくだしね。来ましたよ。やばいね、これ。やばいね。一人一杯いてる。そうだ、イカのお作り。すごいね。これで後でゲソと姿は後で天ぷらとか焼きにできるのね。動いてるね。めっちゃ動いてるよね。初めて見た、こんな新鮮なイカ。すごい。この辺血巡ってるよ。あ、本当だ。やばい。あとシューマイだね。熱々だって。開けていい？熱い。おお。めっちゃ美味しそうじゃない？めっちゃ美味しそう。綺麗。あとはご飯とお吸い物。豪華だね。めっちゃ豪華。すごい。やばいね。どうぞどうぞ。あ、ちゃんと切り込み入ってて食べやすそう。あ、本当だ、食べやすくなってる。すごい食べやすくなってる。おいしい。あ、なんかコリコリしてる。すごいコリコリ。でも残るとかじゃないんだ。全然残る。すごい。さすが呼ぶ子のイカ。いただきます。どうぞどうぞ。めっちゃ綺麗だね。ほんとだ、コリコリ。めっちゃ美味しいじゃん。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。こんなコリコリしててさ、食べやすいのあるのね。めっちゃ美味しい。シューマイも食べていい？どうぞ。うわ、猫しかないよ。結構大きいね。うまい。ちょっと合うね。
いいね。やばいこれ。贅沢。最高。うん、美味しいよね。イカシューマイというものを初めて食べたけど、めっちゃ美味しい。ポン酢いいね。ポン酢合うよね。また食べたいな、もうすでに。2個足りなくない？あと3つぐらい。そうそうそう。うわ、最高だね。後作りっていうんだっけ。一つが天ぷらで、もう一つ塩焼き頼んだんだよね。こっちも美味しそうだね。匂いがやばい。いいね、どっちも楽しみて、うん、イカをこんなに楽しめるの、ね、最高だよね。なんかそう考えると 安いなって感じるよね、うん、橋渡ってきたんだよね。呼ぶ子。結構立派だよね。そうだね、うん、いいね、気持ちいい。ここ現在地壁島だね。この橋渡ってきたんだね、今ね。ある意味橋で渡れる離島だね。確かに。今いるのがこの風の見える丘公園だね。風見えた？見えない。風の見える丘公園だよ、ここ。私には見えるよ。見えた？全然見えない。見えないか。あ、目が細いからか。見えなかった。しょうがないね。茶番すぎる。壁島ガイドマップ発見。結構いろいろあるんだ。あるね。ちょっと上行ったら放牧場があるね。うん、そこ行ってみよう。行ってみようか。うん。牛がいたね。あ、みんな移動してる。今左端にみんな集まってたのに。いや、でも本当に放牧されてるんだね。うわ、すごい。離島感すごいよ。確かに。うわ、みんな行っちゃった。おーい。早い。歩くの早いね。すごいね、みんな並んで。行っちゃった。行っちゃった。偉いね、みんな一緒に行動するんだね。集団登校みたいな感じだね、ほんと。どこまで行くの、すごいね。行っちゃった。バイバーイ、牛さんたちよ。あ、だいぶ下の方行っちゃったじゃん。すごいね、あんな下まで行けるんだ。暑いね。さ、暑いね、また暑くなっちゃった。今度は限界国定公園七つ釜だって。七つ釜です。なんか海のところにこう穴が開いてる断崖絶壁？ああ、そんな感じのとこだね。あ、なんかコースが分かれてんのか。うん。じゃあさ、あの青いとこ通って展望台のとこまで行く？うん、そこまで行こう。うん、まっすぐだね、ほぼ。気持ちいい。ね。
びっくりした、カニがいる。なんでこのとこ歩いてんの？でかい。え、ちゃんとカニじゃん。結構でかい。着いたね。おお、穴開いてる。おお、すごい。綺麗だね。入るんだ。入るの？すげえ。みんな出てきた。あ、ライトつけて。おお、すごい。すごい。カマルが入ってた。あの、そこまでか。展望台のこっち側の柱状設理もすごいね。うわ、すごい。ちょっと東尋坊みたいじゃないね。うわ、すごい。今度は唐津の方からちょっと左側に移動してきて、玄海町ってとこに来ました。玄海町、玄海です。これだね、これこれ。玉の裏の棚田っていうのが結構有名らしくて、絶景スポットみたいなね。ただ時期じゃないんだよね、今。ちょっとね、ちょっと遅い。そう、水田の時期、4月中旬から5月上旬がいいらしい。まあでも普通に棚田切れそうだから見に行こう。おお、結構綺麗だね。わあ、緑がすごい綺麗。わあ、水田の時期も気になるけど、緑めっちゃ綺麗。あ、そっちですか。あ、こっちにしよう。あ、恋人の聖地じゃん。桂由美さん、久しぶりに見た。おお、奥に海があるんだね。綺麗。涼しい。涼しい。風が抜けるね。気持ちいいね。よっしゃ。最後に今日の締めです。アイス。あれ、お母様？なんかサカサカ言ってるんだけど、ブラックモンブラン。これがなんか佐賀県のアイスらしい。竹下製菓。ちょいちょい見かけて気になってた。ドラ。それもだね。うん。ドラ吉。ドラ吉。ドラ吉でーす。そっちはなんかバナナのやつか。うん。バナナと柔らかガナッシュ。美味しそうだよ。うわー、これ絶対こぼす。はい、こぼれてる。あ、こぼれてる、こぼれてる。え、こぼれすぎじゃない？どうしよう。こぼれすぎだよね。ずっとこぼれてる。ずっとこぼれてる。いただきます。うま。うん。うん、美味しい。じゃあ今日アイスぴったりだわ。こぼすよ。うん。あ、すごいバナナだ。チョコバナナだね。うん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。ねえ、やめて。めっちゃ汚い、なんかついてるよ。ということで、今日の観光はこれで終わりです。いや、今日はもうイカ優勝だね。イカ優勝。イカめっちゃ美味しかった。うん、あれはもうね、ぜひね、佐賀に行くならイカに行ってください。本当本当。呼ぶ子のイカ美味しい、うん。絶対食べてください。満足です。満足しました。はい。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。
all remember.